涼しい、最高。ページ来た。昨日のドンパと船間乗ってよかった。もう絶対早めに乗せなきゃいけないの。広がってるから頑張ります。見てる人にコメントください。本当ゆっこはなんでドライバーの方が飛ばないのかコメントください。切ない。145だって。5番アウト。7番アイアンで一度打てるようになりたいね。これってあったんだけど、見て。フェアウェイ、それともラフ？これ横から見る、なんか超ギリギリなの。これフェアウェイっていう扱いでいい？やった！本当？結構ね、あのね、そのね、車の道があるからなんか危ういのちょっと。これね、フェアウェイですね。やった！よかった。やった！ちょっとなんか長めのフェアウェイですね。大丈夫です。超ギリギリ。全然大丈夫。120。上げも入れて。うん、上げもと上り入れて。もう入れて。はい、分かりました。お、いいんじゃない？めっちゃ欲しいけど。いいんじゃない？キック。キック。おー、やった！しかも寄ってる寄ってる。やった！寄ってる寄ってる。嬉しい。天使が黄色い天使来た。よし。頑張る。バーディーパット。花びらと思って。めっちゃ好きじゃんそのボール。ごめんね、蜜ないんだ。蜜ないんだ。ションだよね。はい。そろそろ取ってくれる。そろそろ取ってくれる。そろそろ取ってくれるかな。ありがとうね。入れるからね。そうそうそう。来た来た来た。天ぷらだと思う。あ、場所いいですね。あ、天ぷらじゃない。飛んでる。一本松、今日来ても今日来ても嬉しい。プレゼントお店だよ。やったいい感じのお店。ちょっと手低くしたんだね。そう、うん、ちょっと低くしました。はい、行ってみよう。ナイス、よし、出た。ちょっと握ったけど、OK。めっちゃすごい。こんな見てるね。これですね。
頑張れ、ゆこ。タケノコ狙い。バカ力は見せてやれ。およ。おー、ナイス。いいよいいよ、ナイス、ナイスアプローチ。お、うまい。あ、いいんじゃない、入ったんじゃない。ナイス。うまいじゃん。ワンパット集中力。いや、ワンパット、パット、パットワンパット、今ボギーパット、あれだよ、パター記録出るんじゃない。あ、ほら、みんな記録出しちゃうよ。やっぱ昨日ドンパと藤山乗ってよかった。あれ乗ってなかったら多分ね、メンタルね、強化された。入る気するでしょ。いや、でもなんか、いや、いつもみたいな、なんかあの変なオーバーとかはないと思う。ショットに入ってた。でも、おわナイス、いいの。あれ入る。お、ちょっと興奮きたかも。ちょっとびっくりした。びっくりした、私今入る、びっくりしちゃった。天使来た。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、本当危ないから。危ないよ、本当危ないから。危ないよ、本当危ないから。お気に入りのみたいね。そうだね。天使ありがとう。ホールインワンしちゃうかも。ホールインワンしちゃうかも。あ、酒飲んで、また飲んで。おお。あ、特別飲んだ。大丈夫。大丈夫、ゆこ。意外とないから。シニア来るの。お、うまい。ナイス。ゆうこ力強くなってる。イエーイ。ナイス。ナイスパット。ナイスパー。皆さんこんにちは、西郷幸子です。今回は関東女子ミッドアマチュアゴルフ選手権に出場しましたの動画に来たコメントにお答えしたいと思います。いやいや、心っちやポテンシャル高いっす。左のピンだと…からの先生のアドバイスはインパクトをイメージしたアドレスをするってことじゃないかと私なりに感じたっすよ。アウトはゴルフって簡単って思ったんじゃないかな。つす、予選突破おめでた。負けないよ心っち。 SGTGJ205 さんはいつもたくさんコメントありがとうございます。細かい分とか秒単位でいただいたりとか、すごく参考になります。本当にね、37で回ったんですけど、正直調子悪かった分、簡単だなっていうより何か乗り移ってるみたいな感覚でしたね。え、自分かなとか、そういう感覚でゴルフしてました。でも本当にゴルフって何が起きるか分かんないなと改めて感じた一日でしたね。はい、次いきます。予選突破おめでとうございます。各ホールの説明付きで楽しい。ドライバーの平均距離が240から250くらいだったんですね。グリーン左側のピンを思い切って刺してたのは素晴らしい。結果は後からついてくる。本当にこの日の前の日までドライバーは曲がる、飛ばない、アイアンはグリーンを捉えれない、ラフ、そんなゴルフだったんです。前の日に実はラウンドに行ってまして、最後の2ホールによくわかんないけどクラブをちょっとね、いつも使ってるものから最近ちょいちょいトライしてるエピックに、ね、変えてパンって振ったらすごい良くて、あれ？エピ
ックなんか今の私吹っ切れて逆にいいかもみたいになってですね、いや試合エピックで出ようみたいな、前の日ですよ、前の日の最後の2ホールだけ打っただけでドライバー変えて出たんですけど、でまあ朝練習場でエピック打ってて本当に軽くポーンって飛んで、いやおかしいな、でもまあ試合ではまあそんなうまくいかないよなみたいな感じで出た1番ホールだったんですが、見事ドッカーンって飛んで本当に200多分40出たんじゃないかな、だってありえない位置にあったんでボールが、でもそういうことができるんだっていうのはちょっと自信につながりましたね。はい次行きましょう。予選通過おめでとう。森さんの教えがピタッとはまってる感じだね。これからも後ろを振り返ず無欲で頑張って、ありがとうございます。多分インスタで森さんのね、私が今レッスンに通ってるっていうのを知ってくれてコメントをいただけたんだと思うんですが、ゴルフクラブって何ですかっていう、なんぞやみたいな、ゴルフクラブって棒に右側に重りがついてるものですよね、はい、そういうことから学んでおります。考えもしなかったと言いますか、いや、うん、確かに右にありますよ、で改めて右にある道具でこういう風にこうやって使ったらこうだよね、こう使うにはどうしたらいいと思うとか、おしゃべりというか勉強、クラブについての勉強がメインな感じです。頭で理解して体になんていう神経を伝えさせるみたいな、最初うんみたいな感じだったんですが、今はめっちゃ楽しいですね。分かった時と一致した時にえーってなるんで、新しい発見が多くて楽しく毎回レッスンしております。今回もたくさんのコメントありがとうございます。まだまだね試合は続きますが、いい結果であろうが悪い結果であろうがお伝えできたらと思いますので、試合の方も頑張っていきたいと思います。ではまたたくさんのコメントお待ちしております。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。